ワキオキマッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山がお送りしますガチャ動画。私は今ですね、仙台市文学館におります。素敵な小川とね、ため息がありまして、まあ、鯉も泳いでるんですけどね、たまに亀を見かけるというね、亀もいるんですよ。本日のお昼でございますけども、僕のレギュラー連載コラム秋葉総研最新ガチャ探訪が、最新公開スタートいたしました。皆さんもうお読みいただきましたでしょうか。今回はですね、まずこちらのバンダイのガシャポンカプセルステーションのミニチュア、そしてコスモ星丸、筑波万博のねキャラクターでございましたが、ミニチュアライトのコラムを書きました。さあ、この動画でですね、実際により深くレビューを進めていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。こちらがミニブックですよね。つながる回せる超精密設計ね、12分の1ガシャポン、バンダイですよ。今回はですね、2020年の新型の機械、こちら白、オレンジ、黒、青、黄色というラインナップ。そしてこれですよ、これ。1977年の EVM100、100円機。この100円機から歴史がスタートしたんですね。これ見たときね、僕の100円機と並べて写真撮りたいなと思ったんですけど、ちょっと実家にあるもんですからね、それは叶わなかったんですが、いやー、どうしても手に入れたかったっすね、これ。ブルーの蓋、そして真っ赤な本体。こちらね、カプセルくんのエイコンのキャラクターも映っています。PVM の100。まずはこちら。いやー、しかし、この精巧なミニチュア。360度回転しても、ね、どっから見ても最高ですね。まあ、この辺の小さなステッカーもまあよくできてます。はい。で、ここはね、取り外しが可能でございまして。直置きもできますね。キャスター風のがね、ついてますけど。これはめて。カプセルはね、これ。ね、6個ついてるんですけど、これをね、スライドするんですよ。本物と同じ。ほら。これがまたすごいよね。ここにカプセルを入れますね。そして、まあ、お金は入れませんね。回せます。回ると。ほら！音聞こえました。出ました。開けます。すぐにね。ね。えい。おい。出てきました。今年からね、このガシャポンっていうね、カタカナのロゴになりましたから。オレンジもやってみましょう。オレンジもかっこいいですね。はい、子供が集まるゲームセンターに置いてありそうですけど。この、あ、出てきました。全部やりましょう。黒もね。黒もかっこいいっす。黒もかっこいいっすね。よいしょ。おい、出てきましたね。はい、ブルーです。ブルーもいいっすね。出てきました。黄色。黄色ポップですよね、すごくね。中のカプセルが消えるとこ見てもらいましょう。出てきました。成功だわ。お待たせいたしました。こちらでございます、ね。バンダイの旧ロゴをあしらったディスプレイ。ミニ台紙ですね。くぁ。ちゃんとこうバラバラな、きちっと組み立てられる。ね、上もちゃんとね。上もですよ。これで遊べるってのはすごいよな。この蓋の部分もそっくり本物。バンダイさんの愛を感じるな。で、こっから出てくるんですよね。いや、よく覗いたもんだな。ガンダムもそうですしね。ウルトラマン。アラレちゃん。ジャリンコチエ。ね。アサリちゃん。あんみつ姫。なんだりかんだり横から覗きましたけどね。これをこう回すと、お、見えました。出てくるんですね。いやー、感動だな。この色、ほんと当時の色だもんね。素晴らしい。こういう形でね、組み立てられて機
械の構造も分かるってのは嬉しいですね。この下についてたカゴもなんかこう作ってみたいですね。カプセル回収するカゴね。そして続いては光るコスモ星丸フィギュアマスコットね、ケンエレファントさんが作ったやつですけどね。はい、5色とレア1色。あ、レアはゴールドね。このコスモ星丸とは1985年に筑波市で開催された国際科学技術博覧会科学万博の筑波85のキャラクター。修学旅行に行ったんですよね。コスモ星丸のライトも持ってますけどね。それがこの令和の時代に蘇る。これ15歳だもんな。ミニブックの後ろにはですね、このつくばエキスポセンターとはとかね、万博記念財団とかですね、あとこうコスモ星丸の組み立て方って書いてます。組み立て方、そうなんですよ。ネイビーをもとにね、このように星部分こう分かれてるっていうことはね、まあ折れやすいっていうのもあるんですけど、すごいこだわりを感じるんだな。かなりこのパーツの付け方ね、コツがあるので、ちょっとねこの動画で皆さん見てもらいましょう。はい、この4つのパーツがありますね。短い方が内側です。内側から付けた方がテコの原理で付きやすい。これ結構小さくてね、痛いんで、はい、片っぽに触覚を入れてテコの原理でパコッと入れるね。あ、テコの原理でパコッと入れるね。最初にこの外の方入れちゃうとね、テコの原理が使えなくなるんで、結構はめるの大変です。はい、何度も私失敗しました。これはテコの原理で片っぽ入れてクックッて言うと、よし入った、ね、テコの原理でグビッと、よし入りました。これで完成です。こちらがネイビー、ね、ネイビー。このボタンは後ほどね、あ、筑波万博記念財団ってマルシー入ってますね。コスモ星丸、このブルーでしたよね、色合いね。これと同じ色の、はい、ライトを私は修学旅行のお土産で買ってきました。未だに持ってますね。そしてこちらがレッド。レッドも可愛いね。これはもうカプセルトイオリジナルカラーだと思いますけども、立派に真っ赤なコスモ星丸。なんとなくこうね、火星とかね、土星かいそうですけど。そして目に優しい今のシーズンにぴったりのグリーンですね。科学万博というよりはこうね、緑のイベントかなんかのキャラクターとしてもいい感じですね。スピンオフ期待してます。やんちゃな感じがあるイエロー、ね、イエローなんだろう、ね、超目玉焼きっぽい目玉焼きっぽいですけど可愛らしい。そして後ろ姿から登場しましょう。レアバージョン、ね、ゴールド、ゴージャスですね。肉眼で見るとキラキラしてますけど、画面越しで見るとちょっと黄土色いやいやいや、レアですから、はい、ということでぴったり。さあこれね、実はあのこの絶縁体を取ってここを押すと光るということでね、今からやってみましょうよ。どうですか、綺麗。プラネタリウムみたいですよ。ねえ、どの色が一番綺麗ですか。やっぱ黄色とかゴールドかな。あんなに可愛かったコスモ星丸が不気味に感じられるのは私だけでしょうか。不気味だな。ぜひ皆さんもお部屋に飾ってみてください。ぜひですね、秋葉総研の最新ガチャ探訪のコラムとともにお楽しみいただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト、そしてエモーいレトロガチャガチャの情報もお待ちしています。それではまた次回。